はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は This is the Police の続きをプレイしていきましょう。救急隊、麻薬中毒の強盗を捕まえる、フリーバーグの移民数 19% 増加、死去ピザレストランホーリーハウスの解明を要求。ホーリーハウスが気に入らなかったんですかね。では早速ですね、本編の方、アドベンチャーモードの方に入っていきましょう。This is the Police もやっと半分というところではあるんですが、刑事事件の方全然対応してないので、ちょっとねタイミングを見てアドベンチャーモードが終わった後にこっそり刑事事件の方は進めて収録できるんであればしちゃいたいかなとも思ってます。で、給料が97ドル、1万円だ。で、警察学校の件ですね。何？ライアン・アンダーウッドが試験に落ちた。マジか。面目を失わせてしまったな。で、あとは、金ですね。まあ、給料よりもはるかに、おわ、めちゃくちゃ事件が起きてるな。勝手がいいですからね。聖ヨハネ病院です。列に割り込んできた年配の女性に激怒した若い男は、その女性に暴力を振るった。清掃員の女性が止めようとしたが、彼女までもが攻撃対象にされてしまった。なるほど。列への割り込みとかってのはまあ良くないけどね。それでぶん殴るかっていうと、ちょっとそこまではできないよな。爆破予告ですね。デザイア公園。トウモロコシ記念碑に爆発物が取り付けられていると、電話口ではっきりとした声が聞こえた直後、電話が切れてしまった。なんかガセネタっぽいな。まあ、ここはじゃあディクソン一人じゃ行ってくれないよね。そうだよね。じゃあこれにドレイクをつけましょう。何、いや二人で行ってって言ったんだけどな。じゃあレイグウッドもつけます。早く戻ってきてねって言うしかないですね。続いて強盗未遂。ジャネット・サラザール・ゲレロの家に男が押し入ろうとしている。男は酔っ払った声で怒鳴り続けていたわ。ドアを開けないと痛みに合わせするぞって。これはね完全に千葉喧嘩です。スルーしましょう。デザイア公園の方ですね。デザイア公園、今日事件多いな。エドガー・アランボーの記念碑の周辺をうろついている麻薬中毒者のことをハウス夫人から苦情の電話が入った。彼ら頭がおかしくなっているのよ。白昼の公園で堂々と薬を注射しているわ。善悪の区別がつかない恥さらしよと。これってさ、単なる病人とかって落ちないかな。とりあえず爆破予告の方さっさと片付けて。うわ、出た出た。それらは爆弾ではない。子供たちがテロリストの遊びをして靴の箱にワイヤーを巻きつけただけだったと。早く戻ってきてほしい。ってことはこっちがガセじゃないんじゃないか。こっちに送りましょう、バスティアンとバディ。ガセがそんなに続くとは思えない。暴行事件の方ですね。こちらは犯人を逮捕してます。列に割り込んできた女性に激怒した男の暴行事件の方ですね。で、デザイア公園の、おお、やっぱり麻薬中毒か。汚い服を着た不格好な男たちが記念碑に寄りかかっている。彼らは落ち着いている様子だ。男たちの隣には注射器と止血帯があると。誰か余分に薬を持っていないか。サイレンを鳴らす。麻薬中毒者を揺さぶり起こして彼らの権利を読み上げる。いや、誰か余分に薬持ってないかってちょっとシャレっ気出してみますか。麻薬中毒者の一人が警察だと叫び、這って逃げようとしている。中毒者を捕まえるか、四つん這いで公正なレースをし中毒者を捕まえるか。そんな綾瀬で逃げられたらとてもじゃないけどついていけそうにないなと叫ぶか。まあ、中毒者は普通に捕まえましょう。ここはそこまでギャグ要素を出す必要はないでしょう。このマリニアックとスカンロンがかなり真面目な顔してますからね、二人とも。で、あとは自動車強盗未遂ですね。毛皮ショップの方でちょっと隊員が帰ってくるのを待ってから派遣しましょうか。こっちは刑事事件か。いや、今警官いない、刑事いないんだよ。どうしようもないな。
警察学校に送り込んじゃってますからね。で、チャイナタウンのですね。銃撃戦。寮の近くの路上でひどい喧嘩が勃発していると学生らが通報。路上でマシンガンの打ち合いになっているらしい。通行人たちは車の後ろに身を隠しているが、歩道で血まみれになっている者もいる。これはマフィア同士の抗争に違いないと。これ、映画のロケとかって落ちないかな。映画のロケでしたみたいな。今日デザイア公園、本当に事件多いですね。私はチェイスをしに公園に来たんだ。そしたら、皆が叫びながら血まみれになって走りすぎていった。私も全力出して逃げたよ。本当に恐ろしかった。吐息を切らしながらコネリー氏が通報。これもなんか何なのかよくわかんないね。バスティアンにドレイク、デコボココンビを送っておきましょうか。2人で行くのが嫌だっていうんだったら、バスティアンは戻します。で、レイクウッドにホークスマン。君たち3人で行ってください。で、詐欺事件、オフィスビルです。確実な投資利益を約束しているマネーグローという企業に関して苦情が12件。現金を受け取ると彼らは投資家と距離を置き始めたという。攻撃的になり、大口投資家に対してとにかく引き続き信頼するようにと言っている。1万ドル以上も失ってしまったブレッド・ブライアントは、マネーグローの支配人が全ての現金を引き出し、国からの逃亡を試みていると通報してきた。まあ、これは悪質だな。まあ、刑事事件のように対応できないんで、まあ、なんともではあるんですが、チャイナタウンの銃撃戦はマジモノか。じゃあ、ここはフロリドにマリニャックを送って、確実に対処しましょうか。まあ、フロリドとかに関してはもう1400を迫る勢いですからね。この事件解決したらむしろ1400になるんじゃないかな。コネリー氏は初めてのインドのカラーフェスティバルを体験したのだった。カラーフェスティバルって何だろう、ちょっとわかんないですね。インドはまだ未踏の地なんで。アティカスタ、先に銃撃戦の方、オフィスビルの方が先か。女は警察に気づくと資料を素早く金庫の中に入れた。そしてテーブルから山のような書類を取り出すと警察に振ってみせた。この書類手続きは合法よ。これは実在する会社なの。山のような書類をつかみ、女の顔をそれで殴る。いや、これはまずいだろう。金庫に何が入ってるのかと問いただす。金庫に隠された資料を確認する。まあ、これからですよね。金庫に隠された資料を確認しましょう。で、しっかり対処して、銃撃戦の方はしっかりこっちも対処しましたね。おお、フロリドはプラス5か。まだ1400の域には達していない。では、アティカスタワーでのレイプ。研修中のカメラマンがヌードの撮影中に興奮し、モデルに襲いかかってレイプしようとした。ザ・ブリンクゾーンのスタジオの秘書から通報。急いで彼女を連れて部屋に立てこもっているの。しかもケーブルで彼女を縛りつけているわ。これは SM プレイがしたいんだろうな。気持ちはよくわかるけど、レイプはいけないですね。同意のもとにやりましょう。事件が多いね。兵器の違法取引と暴行事件が起きてる。まずは兵器の違法からいきましょう。ビル・バックラーは自分の農場の近くに数台の車と1台のトラックを見かけた。そしてその周辺で10人ほどが口論。なるほどね。ビルはこの不審な人物たちを追い払おうとしたが、彼らはビルに気づくと車から武器を取り出して発砲。ビルはなんとか無事に家に戻り、警察に通報。いきなり発砲してくるのか。危険だな。これは今度こそフロリドにマリニアック、さらにスワットチーム、さらに護送車も出しましょう。こんだけでいけば逮捕できるはずだ。フロリドでも行きたくないって、2人で。本当はね、1人じゃなくて2人いるんだけどね。周りをよく見てほしいですよね。で、暴行事件です。ボディービルのショーの最中、少人数の若い女たちが部屋に駆け込んできて、参加者の命を脅かすことをしたらしい。
ボディービルダーの一人が警察に通報してきたが、涙ながらに話していたため舌が回らず状況を正確に説明することができなかった。なんかこの辺りの付帯情報が怪しさを醸し出してますよね。で、時間は20時を過ぎたな。いや、毛皮ショップの自動車強奪未遂がどうにもならないな。レイプの方はしっかり犯人を検挙してますね。で、兵器の違法取引の農場の方ですね。自動小銃を持った男たちが農場経営者の家を取り囲んでいる。経営者は喧嘩に応じようと必死だが、持っているのは古びた銃だけだ。あ、自動小銃とね、このライフルじゃ話にならないですよね。犯罪者の車に近づき叫んだり飛び回ったりする。なんか自分が標的になりそうですね。トラックの中にいる犯罪者たちに気づかれないよう近づき攻撃する。農場を這いながら犯罪者に近づく。まあ、トラックの中にいる犯罪者たちに気づかれないようにまずは攻撃しましょう。容疑者たちは車に飛び乗ると、そんなもの誰が見たいもんかと叫んだ。何の話だ。熊手をつかみ容疑者たちに襲いかかる。射殺する。武器を捨てて屈辱を味わえ。まあ射殺しましょう。ここまで来たら死人は出ないでしょう。大丈夫だよね。よし、で、ボディービルの方はただ単に暴言を浴びせられただけですね。では大規模な喧嘩騒ぎですね。ナイフと鉄の棒で武装した男たちがクラブに突入。お前らアジア人にフリーバーグ流の喧嘩を教えてやると言った。騒動は大きくなり、数名の見物人が巻き込まれたが、逃げ切った一人が警察に通報。アジア人を軽んじてるんだな、やっぱり。ここはじゃあアジア人側の2人に行ってもらうのは危険。いや、だからこそアジア人側の2人にバスティアンをつけて3人で行こう。喧嘩騒ぎの方ですね。クラブに突入した話。ここはじゃあフロリドを、さらにディクソン、このイケメンコンビを送りましょう。はい、というところで、1日89日目プレイを終えることができました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続きですね。続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。